クジラクジラ。なんだね。卒業アルバムと現在の顔が別人のキャリーパメパメんじゃ。いるね。事務所解雇の危機だね。そうなの？自分のラジオ番組での発言が原因なんだけど、うん、枕営業はありかなしかの質問でまさかの。まさか。そのまさかでありって答えたんだよ。そこまではまだいいけど、その後のコメントが NG だったのよ。どんなコメントだったの？まず私の周りではそういうことする人はいないで言ったんだよ。それが NG だったの？そうだよ。だっているから、だらけだから。ほう。あとは枕営業する人のガッツを認めるってコメントしたんだよ。おお、その発言はアウトだね。その発言で事務所幹部も大激怒だって。だろうね。芸能界では枕営業ありませんって答えないといけないのに、枕営業が横行していることを暴露したに等しいからね。事務所クビにならないといいけどね。だよな。事務所のバックアップがないと輝かないタイプだからね。それでもクビになったらどんなコメントするんだろうね。ちょっとした発言でこんなになっても世界の終わりやってコメントすんじゃないか。